皆さんこんにちは、安部氏です。先日ツイッターのアンケート機能を使ってミステリー小説に関するアンケートを実施いたしました。というわけで今回はアンケートの結果をお伝えしていきます。今回実施したアンケートはこちら。ミステリー小説の読み方括弧楽しみ方で近いのはどっち、犯人を推理して楽しむ、物語展開を楽しむということで、今回もね答えるのも辛いかなというか、どっちか選ぶのは結構大変だよっていう感じのね質問かなって思うんですけど、今回のこちらの質問は読者への挑戦状ですね。物語をあるページまで読み進めた段階で、ここまでで全部手がかりは出尽くしたので、まあ、犯人とかね犯行方法とかまあいろいろ推理してみてくださいっていうね、そのままなんですけど、著者から読者への挑戦状みたいな感じでね挟み込まれるタイプの推理小説があるんですけど、でその読者への挑戦状が出てきた時にみんなどうしてるんだろうと思って、自分で推理して自分の答えを出してから読み進めるのか、一旦ね推理するのは置いといて、もう物語の続きが気になるっていうことでそのままね読み進めてしまうのか、どっちが多いのかなって思って今回のねアンケートがスタートしています。ちなみに今回のアンケート企画は第2回目で、以前のアンケートは犯行方法、犯行動機、まあ、どっちを重視しますかみたいなアンケートをしていますので、ぜひそちらの動画も合わせて見ていただけると嬉しいです。で今回のねアンケート推移途中経過がすごくね面白かったです。先にアンケート結果からもお伝えしてしまうと、最終的な結果はこちらとなりました。今回も2日間アンケートを実施していて、総投票数は935票ですね、投票していただきました。犯人を推理して楽しむが 21.1%、 物語の展開を楽しむが 78.9% ということで、結構圧倒的な形でストーリーの展開を楽しむっていう方がね多かったです。もうこのなんだろう圧倒的な差っていうのは最初の方から決まってしまって出ました。今回は開始10分の時点で 84%、 16%、 1時間後 83%、 17% で、12時間後も 78%、 22%、 だいたい1日経った時点でも 80%、 20%、 この時点でもう600票超えぐらいなんですけど、もうこのぐらいになっていて、最終的にさっきの 79%、 21% ということで、だいたいね8割ですね、8割の方が推理をして楽しむかよりも物語の展開を楽しむっていう方がね多かったですね。今回もたくさんの方にご協力いただきまして本当にありがとうございました。もうさっきからねちょこちょこ言ってしまってるんですけど、個人的な感想というか、こんな感じになるんじゃないかみたいな予想してたこととかとね合わせてお伝えすると、もう本当にね意外でした。ツイッターでフォローしてくださる方は、そうミステリー小説が好きだよっていう方結構多いと思うので、個人的にはストーリー展開を楽しむっていう方が多くなるかなっていう風には予想していて、でもねその割合的には6対4ぐらい、そう開いても7-3ぐらいになるかなって思ってたんですけど、まさか8-2こんなに差が開くとはみたいな感じで、すごくね驚きました。ミステリー小説が好きで普段から読んでますって方が結構多いと思うので、推理するの好きですっていう方がね、そうもっと割合的には多いかなって思ったんですけど、もう意外ですね。で今回フォロワーの皆さん、そう投票してくださった皆さんからリプをねいくつかいただいてますので、犯人を推理して楽しむ派と物語の展開を楽しむ派に分けて皆さんからいただいたお返事をね紹介していこうと思います。ここからはね結構緩い感じでねお伝えしていこうと思いますので、こういう読み方もあるんだとか、こういう意見もあるんだみたいな感じでね皆さん楽しんでいただけると嬉しいです。アンケートの時にたくさんね本当にねいろんな方からリプいただけて、それを読むのがねすごく面白いんですよね。まずは犯人を推理して楽しむ派の方のリプです。ミステリーのジャンルによって違いますが、主に犯人を推理して楽しみますね。あとトリックも考えながら読んでいます。物語展開を楽しむのはホラーミステリーに作品が多い気がしますね。ということで、ジャンルによってもね、違いますよね。ホラーとかはね、苦手であまり読めないんですけど、確かにって思って、ホラーミステリーは多分怖いとかね、その怖い展開の面白さみたいなのが強いと思うので、これはすごくね、納得感が強かったです。とても悩みました。でも私は犯人を推理ですかね。物語の展開を把握しつつ、この人が犯人かな、いや、この人か、で推理していることが多いです。で結局犯人を当てられなくて騙されたりするのが楽しいです。なんとなくこの人犯人っぽいなってね当たりをつけて読むみたいな読み方ってすごいわかります。でも結局そう思わされてるというか、騙されてあこの人かってなるっていうねよくありますよね。どっちもと言いたいですが、やっぱり犯人を推理しながら読みます。結局騙されてしまいますが、それも楽しい。これもね騙されるのもね面白いんですよね。そう騙されてあ
そういうことになってたんだっていうね、推理した上ででも騙されちゃうっていう楽しさありますよね。そう、でもそれもねいいんです。1回目は推理しながら、2回目は犯人が分かっているので語り手の騙しのテクニックや展開を楽しみますということで、1回目と2回目で読み方を変えるっていうね方もいましたね。伏線とかがすごい作品とかだと1回目と2回目で全然違った楽しみ方ができるっていうか、それがねすごくね面白いなって思います。どちらも迷いましたが犯人を推理の方に投票しました。近頃のミステリーは伏線がものすごいので、登場人物の言動等から犯人を考える過程で伏線になりそうなところを探して読んでいます。ほとんどその上を行かれて伏線も犯人もなかなか見破れませんが、難しいですよね。綾辻ゆきとさんの館シリーズとか読んでる時とかすごくそれ思って、後で読み返した時に、あ、ここも伏線になってたんだみたいな、確かにこの人この時それ言ってたみたいな、そんな感じになることがすごく多いです。登場人物の中に必ず犯人がいる、犯人を推理しながら読むに1票、これは真理だなって思いました。必ず犯人はその物語に登場しているはずで、自分はもう読んでその人物について知ってるはずっていうね、これもね面白いですね。続いて物語の展開を楽しむ派の方のリプです。迷うことなく物語重視で、もともと推理しながら読んでいないんですよね。たまに犯人はこいつやと思う時もありますが、実はあまり深く考えてないので十中八九外します。さっきもねお伝えしたんですけど、なんとなく怪しい人って一人ぐらいねいるんですけど、でこの人犯人っぽいなって思って読み進めるけどなんか違うっていう、途中でね別にいた真犯人にやられてフェードアウトするか、その人も最後まで生き残るけど実は違うみたいなねパターンだったり、このなんとなく犯人っぽいっていう犯人当てはねよくやりますね。推理できるほどの頭脳が、なので物語の展開を楽しみます。論点は少しずれますが、トリックとかも頭で整理できないので、犯人の動機とか物語の世界観、あとはミステリーの中にどれだけメッセージ性があるのかに注目して読んだりもします。探偵とか刑事の言葉も大切に読みます。メッセージ性ですね。特に社会派ミステリーとか読んでいる時にすごくこういうこと感じるなって思うことが多くて、東野圭吾さんとかですね、本当に心に残るセリフとかにも出会えたりとかするので、謎解きプラスそのドラマ部分、その物語部分を楽しむっていうね、そういった読み方もすごく楽しいなって思います。僕はどちらかというと物語の展開を楽しむですかね。本格も好きなのですが、どんでん返しが好きなので、犯人よりもどこでどうやってどんでん返されるのかをワクワクしながら読んでいます。確かにね、どんでん返しですね。あの人が犯人かなとかいろいろ思いつつ読み進めてはいるんですけど、そうやって読み進めていった時にその物語がこう反転する瞬間、そのねどんでん返された瞬間がねすごくワクワクですよね。犯人を推理してもわからないので、物語を楽しんでいく中で、ああこの人が犯人だったのかと知るという読み方をしています。そもそもの問題として、犯人を推理するっていうこと自体ね難しいんですよね。ものすごい難しさがあるなって思って、まあ、ジェットコースターに乗るみたいな感じでダーってこうその物語の流れにこう身を任せながら、最後あこの人が犯人かって思って物語を閉じるっていう、それもすごいね面白いですよね。犯人を推理しようと思っても物語に集中しちゃって毎回驚いています。犯人を推理よりも物語派っていう、ものすごいねストレートな読み方かなって思うんですけど、没頭しながら読むっていう、例えばもう最初の方に気になることがバンって事件が起こって、えこの物語この先どうなっちゃうのっていう状態にいきなり物語の世界に引き込まれてしまって、そのままもう一気読みっていうパターン、集中して読んじゃってページをめくる手が止まらない、どんどんページをめくっちゃう状態に陥ってる時ってもう推理できないっていうか、途中で読者への挑戦状とか現れるけどもう 2,3 秒悩んで結局先行っちゃうみたいな、で最終的に驚くっていうね、いやこれもすごくねわかります。はい、というわけで一番最後に、じゃあ自分はどっち派なのと、安倍氏はどっち派なんですかっていうねお話をしていこうと思います。このアンケートもね自分で実施しながらも深く考えていくと本当に迷った質問で、でどっちかなって悩んだんですけど、物語の展開を楽しむ派です。本当に厳密な意味で言うと、そんなに細かくなく大雑把に推理している部分もあるなって、そういう読み方をしているところもあるなっていうふうに思っていて、ただその読者への挑戦状とか出てきた時に、じゃあそこで立ち止まって考えますかって言われた時に、ほぼ止まらずにその解決編読み始めちゃうなって思って、こっちのね物語の展開を楽しむ派にしました。
そうなんですよね、まあ、去年読んだ海外ミステリーとかだとエリー・グリフィス見知らぬ人ですね、この帯にねこの犯人は見抜けないとか書いてあったり、はい、あとはねアンソニー・ホロビッツ夜顔殺人事件ですね、ミステリー界のトップランナーによる極上の犯人当てミステリー、そんな感じで紹介されていて、基本的にはそう犯人当てとか言われるとすごく気になるし読んでみたいなっていうか読もうっていう風にねそこの時点で心をつかまれてしまう人なんですけど、でもそこまで厳密には推理しないっていう、本格ミステリーとか読む時も見取り図とかねしっかり書いてあったりとかしてもチェックしながら読むかって言われるとそこまでは見ないっていうか、そうワクワクはします、すごい、そう1ページ目ペラってめくった時にあ見取り図だみたいな、丸々感見取り図とか丸々亭見取り図とか平面図とかものすごいワクワクするし見るのも好きなんですけど、今回の物語はここが舞台なんだみたいな、そのぐらいでしか見てなくてそんな感じですね。そうあとはね名探偵コナンとかですね、アニメとか漫画とかで見たり読んだりとかしていても解決編でどういうトリックが使われたのかとか犯人は誰だったとか犯行動機はこうでしたとか、そういったものをね全部こうコナンくんが解決してくれるのが面白いっていうか、そう社会派ミステリーとか読んでもやっぱりね犯人のその犯行動機とか聞くと、あこんな事情がみたいな、やむにやまれぬ事情があったのかっていう、なんかそういう部分を楽しんでて、さっきからねわーっていろいろ喋ってしまっているんですけど、そういったことをトータルで考えた時にやっぱり物語の展開を楽しんでるのかなっていうか、その、ね、ストーリー展開に身を委ねるようにして、まあ、ジェットコースターみたいなねわーっていう速い展開の作品もあれば、すごくね少しずつ少しずつその犯人とかに近づいていく計算作品もあったりとかして、どっちも物語の構成とかそのストーリーの展開の仕方みたいなところが面白いなと思って読んでることが多いのかなって思いました。はい、というわけで今回はミステリー小説の読み方で近いのはどっちということでアンケートを実施させていただきました。今回のアンケートはツイッター上で実施していたアンケートだったので、リアルタイムだとちょっと気づかなかったよって方もいらっしゃると思います。なので今回こちらの動画を見て、私は犯人を推理して楽しむ派ですとか、いや私は物語の展開を楽しみますとか、皆さんの読み方とかいろいろ聞いて面白かったですなどなどですね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。最後になりますが、改めまして今回のアンケートも大勢の方にご協力いただき動画にすることができました。ご協力いただきまして本当にありがとうございました。今後もアンケート企画定期的にじゃないと思うんですけど、ふと思い立った時に実施していこうと思いますので、こちらの YouTube チャンネルと合わせましてぜひその他 SNS もフォローよろしくお願いします。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。